はい、皆さんこんにちは。今日はバックハンドストロークのグリップですね、持ち方を確認していきましょう。2通りあります。片手の持ち方、両手の持ち方、ここ詳しくやっていきましょう。まず両手ですね。両手の持ち方、左手が優先になります。右手の持ち方、フォアハンド右手片手で持ちますよね。まだ見てない方は下の概要欄にリンク貼っております。そちらをご確認ください。ここ余った部分ですね。この余った部分を左手で持ちます。で、短く持った時に注意していただきたいのはここの角度ですね。ここの角度が今大きいですね。これが小さくなった方がいいので、手首はこっちにしておいてください。こっちじゃなくてこっちですね。この時ラケットの面の向き、ラケットの面の向きが地面に対して垂直になるか、少しだけ上を向いておいた方がいいです。右手はフォアハンドの持ち方とほぼ一緒でいいです。ちょっと窮屈に感じる方は右手調整してみてください。片手両手ともに壁もしくはフェンスを使って説明していきます。右利きの方ですね、ラケットを左側に持っていきます。この時、フェンス触れると思うんですけど、ラケットの面の向きを見てください。こういうフェンスの触り方ではなく、フェンスとラケットの面がほぼ平行になるように、こういう持ち方がいいですね。で、そこからラケットスイングして、ここでボールを打って肩の上に引っ張っていくんですけど、この時も終わる時もフェンスの向きとラケットの面の向きが同じになるように、これは良くないですね。フェンスに対して垂直になってます。これフェンスに対して平行になってます。こういう動きが無理なくできるような持ち方がおすすめになります。で、右手はフォアハンドストロークと同じような持ち方になります。あまり極端にならなければいいです。大事なのはラケットの面の向きを操作できることなので、多少違ってても操作できてれば OK。 じゃあ次、片手です。片手も基本的には同じ考えでいきます。ラケットを左側こうやって引いた時にフェンスの向きと同じにできる。で、片手の場合はもう少し打点が前になります。この辺ですね。で、打った後上に引っ張って上げていくんですけど、これもフェンスの向きと同じにできるくらい、無理なくこういう動きができるような持ち方がいいですね。もちろん好みによって少しこうやって持ちたい、いやこうやって持ちたいっていうのはあると思うんですけど、これを基準にしていただくといいと思います。はい、今日は以上になります。バックハンド、両手、片手の持ち方を見ていきました。どんな持ち方でもいいんですけど、大事なことはラケットの面の向きを自分で分かっていること、そしてボールの外側を打つのが難しくない持ち方をしておいてください。これ後ほど大事になってきますので、ボールの外側打てるような持ち方も試してみてください。では皆さんのコメントお待ちしております。ありがとうございました。はい、プレミアム版のお知らせです。 YouTube はですね、なかなかこう細かく取り組めないことをプレミアム版でですね、プログラムを含めて取り組んでいます。ぜひそちらの方もお申し込みください。